フランスのルバン近郊でマース川に設けられた、ニードルダムスイスのルツェルンでロイス川に設けられた、ニードルダムケンタッキー州、ルイーザ近郊にある、ニードルダムニードルダムは、細い木製のニードルを用いて、川の水位や流量を維持するように作られた石である。ニードルを頑強なフレームに寄りかからせるようになっていて、特に水密性が持たされているわけではない。 ニードルを手作業で付け外しすることで水門のように川の流れを任意の幅に狭めることができる。スイスのルツェルンには古いニードルダムがあり、ロイス川の流れを制限してルツェルン湖の水位を維持するのに使われている。フランスのマース川にも共用中のものがいくつかあり、アメリカ合衆国にも19世紀に作られたものがある。米国で最初のニードルダムはケンタッキー州。 ルイーザ市のビッグ、サンディガーに設けられたもので、1896年に完成した。ニードルダムは、イギリスのテムズ川で、フラッシュロックを設けるために中世以来使用されてきた、パドルライマー席と同様のものである。パドルライマーウィアーズ、オンザ・テームズ、OA ライブラリー。 h t t p ススラッシュスラッッシシュュライブラリー t h u m a n j o u u r n e y n e t スラッシュ654スラッシュ2011年9月28日閲覧。ありがとうございます。